20年の中で一番心に残ったシーン。いっぱいあるんだけどね。いっぱいあるな。一個だけっていうと、やっぱり、あるんですが、僕はですね、ビートアウトっていうアルバムはですね、セカンドアルバムですか。あれがですね。いい話をしようとしてないか。いい話じゃないの。いや、いいよ。いや、でもこれはね、やっぱ外せないんだよね。はい、うん、ずっとそのね、チームで、1位を取りたいってことで、はい、ね、シングルもそうですけども、アルバムもそうで、頑張ってる中、うん、やっとその、1位を取れたアルバムがビートアウト。で、それをですね、その一報を聞いたのが、札幌のですね、はい、空港で聞いたんですよ。はい、電話でね、はい。それも、まあみんなでこう、その、プロデューサーと話しながら、ね、1位取れたぞって話を聞いて、うん、その瞬間に、味噌ラーメンを頼んだんですけども、はい、それをチャーシュー麺に変えました。アップグレードだ。気が大きくなったの。ビッグマニーが。ビジネスじゃないかな。アップグレードだね。ね。アップグレードした。意外と入ってこないんだよね、あれね。1年ぐらい経つんだね。遅れて入ってくるんだね。そうね。まあそういうこともありました。あれは、良かったですね。はい、嬉しかったね。みんなちょうどいたからね。飛んで喜んだというか、うん、本当に。はい。あれですよ。今もそんな気持ちありますか？もちろん毎回シングルがね。はい。1位になるたびに、ね。AKB グループと当たっても。はい。できますか？飛んで喜んでるんですよ。3位でも喜びますよ。握手できますか？てるさん。いやいやいや、初心はどう思ってるんですか？よしなさい。はい。敵は作りたくないね。はい、次は、久志さん。お、いいのがいい。これやっぱりね、一番印象残ってるのが、はい、西武スタジアムでライブやった後に、はい、ずっとアマチュアの頃、リハーサルをやってた、リハーサルスタジオの、東村山のスタジオに、サウンドスクエア。スクエア。かな、に、こう、帰りがてらだったから、そうね。こう行ったっていうのがなんかすごくグレーらしくて印象に残ってますね。俺たちがアマチュアの頃にリハーサルしてて、ね、店長とか、で、家族、うん。そうですね。そうだね、上が家だったからね、うんうんうん。子供たちが大きくなってたという。そう、ね。うん。いや、あのスタジオでね、彼女もなんとかも生まれたりしましたから ね。この話はやっぱりした方がいいんじゃないかな。うん。手紙事件。ああ、エグザイルの魂。そうそう、俺たちずーっと、クワマンに言ってるから、クワマン、クワマンって、影で呼んで、本人言うときは店長って言ってた。だけど、影ではクワマン、クワマン。そうですよね。で、この間あれだよね、高弘が、うん、俺たちのルーツを尋ねるってことで言ってくれて、本当手紙預かってくれた。ああ、そうですか。で、手紙本当、立派になって嬉しいですと。うん、あの頃からひでちゃん真面目でしたね、うん。これからも頑張ってください。応援してます。クワマンより。バレてる。バレてる。バレてるか自覚してるかどっちかよく言われる。どれからだ。じゃあ次、ジローさん行ってみましょうかね。うん、そうだね、うん。グレーのメンバーをね、うん、犬に捕らえたら、うん、俺たち立派なマンションの中のさ、うん、立派なゲージに飼われてたよ。つうかさ、はい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 、それが野良犬になった瞬間あったじゃない。いや、わおおお。それを吠える。そうなんだけども、よく吠える。俺たちは、うん、すごいいろんなミーティングをして、はい、ちゃんと真面目に話した結果、うん、まあ野良犬なりに何とかしようぜと。野良犬なりに、うん、一致団結した、うん、写真がさ。はい、当時のリーダーのバブリーな、うん、オタクの写真がさ、俺たちベロベロに酔っ払ってる。はい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 。4人のフォーショットが残ってんだけど。俺、天狗時代だね。うん、天狗時代。天狗時代。波が流れるやつが玄関にあった。油が上がったり下がったりするやつ。ラボライト、ラボライト。それ、バブリーじゃないでしょ。それを持ってる人は天狗です。うん、全員天狗出る。天狗、あ、まあ。あん時、うん、よくミーティングしてたよね。したね。あれはでもね、うん、もう本当に、ね、うん、なんか、グレー終わっちゃうんじゃないのみたいな感じだったけど、あね、うん、まあ、この4人で言ったらなんとかなんじゃんみたいな感じで、ね、あったよね。みんなのその男気みたいなものとか、その決意みたいなのをガンガン感じていて、うん、まあちょっと俺なんか子供なんかも生まれたりして、生活変化もあったんだけど、うん、まあちょっと空白の期間があった時に、ああ、テルに時間を与えると坊主になるんだ。なんだろう。久しぶりに会ったら、スカパラの夜中さんみたいな感じ。俺もそれ、海で会ったら、偶然、
テルに会ったら坊主だったんだよ。なんか似てるやつになるんだよ。若いお坊さんが寄ってくるっていう。徳の高いお坊さんが本当に。そうそう、なんか坊主、なんか、ボードに乗ってたよ。坊主が。ねえねえ、坊主って言っていいの？お坊さんって言わない？お坊さん。リスペクトを込めて。頭の坊主はいいんじゃない？いいのかな？問題ある番組だね、今日ね。ないよ。まあ、俺らにこんなの許してくれるぞ。この10年間はすごかったね。いろんなことあったね。まあ、あれがあってね、今ってなんか何やってもね、はい、ブレないっつうかさ。ブレないですね。うん、そういう強さをね。あまりにもエキサイトしすぎて、うん、まあ、今後の話をしてたんだね、きっとね、うん。切れた二郎が、テルに、うん、お前のラジオはつまんねえんだよ。俺、あれかもしんない。俺、あの時、あの時バンド終わったと思ってました。まあ、みんな、ギスギス、ギラギラだったって。いや、でもね、はい、いやー、テルはね、器が大きかったと思うんだけど、ね、次の日ね、朝ね、二郎ごめんって言ってもうちょっと面白い番組にしていい。頑張る。いやいやいや。俺こそごめん。俺すげえなー、こいつすげえなー。いやいや、あの時代があったからね、今あるね、本当にね。そうですね。振り返るとやっぱりこう、楽しかったもん、逆に。そうですね。やっぱね、そういう壁を乗り越えようとしてる、もがいてる感じがすごく良かったね。うん。いやいや、まあ、バンドはそういう、音質育ち、さっき二郎が、うん、豪華なマンションに買われた小型犬が、いきなり、ドーベルマンたちのいる、矢に放たれるという。ね。うん。いやなるほど。まあ、そんな感じでございます。いやいや、まあまあまあ、もうこれでいいんじゃないのっていうね。はでもまあ、最後締めていただきましょうよ。最後、ね、最後。俺が、感謝を伝えたいのは、そう、氷室さんかな、うん、うん。先ほどその二郎の話の続きですけど、はい、そういった自分たちの非常に大きな決断を迫られるときに、氷、うん、室さんは僕らをさせてくださって、はい、味の素スタジアムに。うん、そうね、俺、あれですよ、本当もう、この番組聞いてる多くの方もそうだと思うんですけど、ボーイというバンドが好きで、氷、うん、室さんのシャウトにやられた10代がありまして、あの、タクロクラスになると、腰抜かさないんだけど、B ブルー聞いたときは、腰を抜かした。うん。ありがとうございました。っていうね。腰抜かしたって言ってたね。腰抜かしたんだよ。うん、本当に、うん。腰砕けたんだっけ。膝に水溜まった。マジで。14歳の夏に。うん、はい、それぐらいすごいイントロだったよね。画期的というかもう。ドッパンドドパンなんだけど、うん、世界中誰もあの音を出せないっていうね。うん、リバースが入っているね。うん、そうね。そこに、ボーイズ&ガールズと最後にシャウトする氷室さんの声で、うん、はい、腰が震えました。うん、はい、腰が震えた。腰を振りました。と、はい、いうことで、はい、また次のコーナーに行ってみたいと思いますけども。いいのそれ。こんな感じでいいのかな。いいのかな。楽しくやってますけど、こっちは。お叱りのメールなどは受け付けません。よしなさい。はい。敵は作りたくないね。はい、次は、久志さん、はい。お、いいのか。これやっぱりね、一番印象残ってるのが、はい、西武スタジアムでライブやった後に、はい、ずっとアマチュアの頃、リハーサルをやってた、リハーサルスタジオの、東村山のスタジオに、サウンドスクエア。スクエア。かな、に、こう、帰りがてらだったから、そうね。こう行ったっていうのがなんかすごくグレーらしくて印象に残ってますね。俺たちがアマチュアの頃にリハーサルしてて、ね、店長とか、で、家族。うそうですね。そうだね、上が家だったからね、子供たちが大きくなってたという。そう、ね。いや、あのスタジオでね、彼女もなんとかも生まれたりしましたから ね、うん、この話はやっぱりした方がいいんじゃないかな。うん。手紙事件。ああ、エグザイルの魂。そうそう、俺たちずーっと、クワマンに似てるから、クワマンクワマンって陰で呼んで、本人言うときは店長って言ってた。だけど、陰ではクワマンクワマンって言ってたよね。で、この間あれだよね、高弘が、うん、俺たちのルーツを尋ねるってことで言ってくれて、本当手紙預かってくれた。ああ、そうですか。で、手紙本当、立派になって嬉しいですと。うん、あの頃からひめちゃん真面目でしたね、うん。これからも頑張ってください。応援してます。クワマンより。バレてる。バレてる。バレてるか自覚してるかどっちかよく言われる。どれからだ。じゃあ次、二郎さん行ってみましょうかね。うん、そうだね。すげえな。
いやいや、あの時代があったからね、今あるね、本当にね。そうですね。振り返るとやっぱりこう、楽しかったもん、逆に。そうですね。なんかね、そういう壁を乗り越えようとしてる、もがいてる感じがすごく良かったね。うん。いやいや、まあ、バンドはそういう、音質育ち、さっき二郎が、うん、豪華なマンションに買われた小型犬が、いきなり、ドーベルマンたちのいる矢に放たれるという。ね。はい。うん。いやなるほど。まあそんな感じでございます。いやいや、まあまあまあ、もうこれでいいんじゃないのっていうね。はでもまあ最後締めていただきましょうよ。最後、ね、最後。俺が感謝を伝えたいのは、そう、氷室さんかな、うん、うんうん。先ほどその二郎の話の続きですけど、はい、そういった自分たちの非常に大きな決断を迫られるときに、氷、うん、室さんは僕らを誘ってくださって、はい、味の素スタジアムに。うん、そうね、俺あれですよ、本当もうこの番組聞いてる多くの方もそうだと思うんですけど、ボーイというバンドが好きで、氷、うん、室さんのシャウトにやられた10代がありまして、あのタクロクラスになると腰抜かさないんだけど、ビーブルー聞いた時は腰を抜かした、うん、ありがとうございましたっていうね、腰抜かしたって言ってたね。腰抜かしたんだよ。うん、本当に、うん。腰砕けたんだっけ。20年の中で一番心に残ったシーン。うん、いっぱいあるんだけどね。それでいっぱいあるな。一個だけっていうとやっぱりあるんですが、僕はですね、ビートアウトっていうアルバムはですね、セカンドアルバムですか。あれがですね。いい話をしようとしてないか。いい話じゃないの。いや、いいよ。いや、でもこれはね、やっぱ外せないんだよね。はい、うん、ずっとそのね、チームで、あの、1位を取りたいってことで、はい、シングルもそうですけども、アルバムもそうで、頑張ってる中、うん、やっとその1位を取れたアルバムがビートアウト。で、それをですね、うん、その一報を聞いたのが、札幌のですね、はい、空港で聞いたんですよ。はい、電話でね、はい。それも、まあみんなでこう、その、プロデューサーと話しながら、ね、1位取れたぞって話を聞いて、うん、その瞬間に、味噌ラーメンを頼んだんですけども、はい、それをチャーシュー麺に変えました。アップグレードだ。気が大きくなったの。ビッグマニーが。ビジネスじゃないかな。アップグレードだね。ね。アップグレードした。意外と入ってこないんだよね、あれね。1年ぐらい経つんだね。遅れないってくれるんだ。そうね。まあそういうこともありました。あれは、良かったですね。はい、嬉しかったね。みんなちょうどいたからね。飛んで喜んだというか、うん、本当に。はい。あれですよ。今もそんな気持ちありますか？もちろん毎回シングルがね。はい。1位になるたびに、ね。AKB グループと当たっても。はい。できますか？飛んで喜んでるんですよ。3位でも喜びますよ。握手できますか？いやいやいや、初心はどう思ってるんですか？グレーのメンバーをね、うん、犬に捕らえたら、うん、俺たち立派なマンションの中のさ、うん、立派なゲージに飼われてたよ。つうかさ、はい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 、それが野良犬になった瞬間あったじゃない。いやいや、わおおそれを吠える。そうなんだけども、よく吠える。俺たちは、うん、すごい、いろんなミーティングをして、はい、ちゃんと真面目に話した結果、うん、まあ野良犬なりに何とかしようぜと、野良犬なりに、うん、一致団結した、うん、写真がさ、はい、当時のリーダーのバブリーな、うん、オタクの写真がさ、俺たちベロベロに酔っ払ってる。はい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 。4人のフォーショットが残ってんだけど。俺、天狗時代だね。うん。天狗時代。天狗時代に。波が流れるやつが玄関にあった。油が上がったり下がったりするやつ。ラボライト、ラボライト。それ、バブルじゃないでしょ。それを持ってる人は天狗です。うん、全員天狗出る。天狗、あ、まあ。あん時、うん、よくミーティングしてたよね。したね。あれはでもね、もう本当に、ねえ、うん、なんか、グレー終わっちゃうんじゃないのみたいな感じだったけど、あ、ねうん、まあ、この4人で言ったらなんとかなんじゃんみたいな感じで、ね、あったよね。みんなのその男気みたいなものとか、その決意みたいなのをガンガン感じていて、うん、まあちょっと俺なんか子供なんかも生まれたりして、生活変化もあったんだけど、うん、まあちょっと空白の期間があった時に、ああ、テルに時間を与えると坊主になるんだ。なんだろう、久しぶりに会ったら、スカパラの夜中さんみたいな感じ。俺もそれ、海で会ったら、偶然、テルに会ったら坊主だったんだよ。なんか出てるやつになるんだよ。若いお坊さんが寄ってくるっていう。徳の高いお坊さんが本当に。なんか坊主、なんか、ボードに乗ってたよ。坊主が。ねえねえ、坊主って言っていいの？
お坊さんって言わない？お坊さん。リスペクトを込めて。頭の坊主はいいんじゃない？いいのかな？こう問題ある番組だね、今日ね。ないよ。まあ、俺らの日本なら許してくれるぞ。この10年間はすごかったね。いろんなことあったね。そうね。まあ、あれがあってね、今ってなんか何やってもね、はい、ブレないっていうかさ。ブレないですね。そういう強さをね。あまりにもエキサイトしすぎて、うん、まあ、今後の話をしてたんだね、きっとね、うん。切れた二郎が、テルに、うん、お前のラジオはつまんねえんだよ俺、あれかもしんない。俺、あの時バンド終わったってことだし。まあ、みんな、ギスギス、ギラギラだったって。いや、でもね、はい、てたね。いやテルはね、器が大きかったと思うんだけど、ね、次の日ね、朝ね、二郎ごめんって言ってもうちょっと面白い番組にしていい。頑張る。俺こそごめん。俺すげえなこいつ。